おはようございます。大輝です。 今日は、エドガー・ケイシーさんのリーディングに関する書籍、転生の終焉という札をご紹介させていただきます。こちら参考にさせていただきながら、今回は、輪廻転生を終えて地球を卒業するために必要な条件や心がけみたいな部分について一緒に学ばせていただけますと嬉しいです。著者は、バイオレット・シェリー先生、エドガー・ケイシー財団で10年以上もご講演や著作活動をされていた先生で、本書を日本語に翻訳してくださったのが、林裕 陽先生。林先生はご自身の著作ももちろんたくさんあられるんですけれども KC さん関連をはじめ神秘的な事象に関する海外の書籍の翻訳を多数手掛けてらっしゃる方なんですね。で林先生。 ご本人も学生の頃からずっとケーシーさんのね研究をされていたりまた関連する書籍たくさん翻訳してくださったりというそういったご経験をもとに「役者後書き」ではですね毎回私たちに大きな気づきを与えてくださるような名文を表されてるんですよ。その辺もですね追ってご紹介させていただきたいなと思うんですけれども。 まず本書はどんな研究をされた書籍なのかというとその人の過去生からずっとこう見ていってこんな経験をしてこういう才能を培ってきたこんな特性を身につけてきた。だから今世は こういう職業を選ぶといいよとかこういうとこに気をつけて生きていきましょうねというようなアドバイスがなされるものなんですけれどもそれを依頼したたくさんの人の中で18名の方がですね「もう今世限りで次は地球に人間として転生してこなくてもいい」「地球から卒業する」 要は輪廻から抜ける私たちの耳なじみのいい言葉で言うならば下脱するることができるそれを選択できるぐらいまでずっと魂が成長してきているよと言われた人たちがいたんですよ。今世ここから先のね生き方によってはもう次は地球に来なくてもいいぐらいまで 高まっているそう言われた人たちが一体どんな過去性を送ってどんな特性を身につけてきたのかまた今世どんな生き方をしているのかでそれを完成させるにはよりどこに気をつけていけばいいのかという部分を詳細に研究し 考察し私たちに分かりやすく教えてくださっております一冊ですのでぜひご興味のある方ご一読いただきたいなと思います。で本書をご紹介させていただくにあたって今回はね3回の動画に分けたいなと思ってるんですけれどもまず今回1回目はこの18名に共通する事柄っていうものをざっくりねご紹介させていただきます。そそしてその後 実際にこの18名の中から3名のリーディングというものを具体的にですね、まあ、簡単に見ていきたいなとご紹介させていただきたいなと思っております。で次の動画2回目はですねさらに3名のリーディングを一緒に見ていってで最後に今回初めにお話しするその共通点の部分を この3名3名で合計6名のね実際の過去性とかっていうのを見ていった上でここはこういうことだよねっていうところを詳しくですね考察していったりまとめていったりしたいなと思っております。で3回目の動画ではですね、まあ、個人的に本書から得た学びや気づきみたいなところをシェアしていきたいんですけれどもなぜかというと本書はその輪廻を終えるとかね地球を終えるとかね を卒業するとかっていう観点を抜きにしても今生きていく上においてすごくね大切なことを学び取らせていただける部分っていうのがたくさんあるんですよなのでちょっとその辺をですね、えー、ご紹介したいなシェアしたいなというふうに感じておりますでまず今回はですね1回目として18名の共通点と3名のリーディング最後までお付き合いいただけますと嬉しいですで 本書はですねたくさんのこうリーディングが出てくるんですが、まあ、本書だけじゃなくて全てそうなんですけどとにかく特に美しい言葉が多いんですよリーディングの中に。でそちらも今回ねちょっとずつこうご紹介させていただきながらお話し進めさせていただきます。是非ねそのリーディングの美しい言葉が持つ美しい響きみたいなものもですね感じ取っていただければなと思っております。ではまずですね このライフリーディングの特徴とそれをどのように本書で紹介してくださってるかっていう部分を説明しておきたいんですけれども一番最初にその人にですね先生学的な影響がどのように出るかっていうところをリーディングでは教えてくださるんですがその人が生まれた時に惑星がどこに位置していたか。 いわゆる天球図とかねホロスコープといったもので見ることができるものですよね。その太陽系の他の惑星がどこにあるかによってその人の人生にこういう影響をもたらすよとかねこういう衝動があるだろうこういう才能が高まってくるだろうとかっていうところを 述べられれるんですけれどもこれはなぜかというと私たちは転生と転生の間生まれ変わりの間に太陽系の他の惑星に滞在してこれは1個ではなくてね複数滞在することがあるんだっていうことなんですがそこでまあ今世に必要なね学びとか特性みたいなものを 身につけて生まれてくるんだっていうことなんですよねこういうふうにリーディングでは述べられているので天性感惑星滞在とかっていうふうにケイシーさんの研究者の中では呼ばれているそうなんですがその星の影響が今この人の人生にはこう出てるよとかっていうところを詳しく教えてくださるんですよただこの18名に限って言うと 実はその星の影響を超えてててしまっるるる人もいいんんだというとうころがねね出てくるんですよ、ね、それが何によってねその星の影響を受けなくなったのかとかっていう部分も特に今回1回目の動画の肝の部分になってきますのでぜひね頭に入れておいていただきたいんですけれども次にですねこの今の人生に大きく影響を与えている 過去性についてお話ししてくださるんですがそれが大体ですねつつからまあ5つぐらぐいなんですよね。その時にどんな職業についていたかどんな地位にあったかどんな社会情勢の時に生まれて生きていたかそういったところについて詳しくですね教えてくださるんですが実際のリーディングでは直近の過去性から。 一つ前はこうだったね。二つ前はこうだよ。で、最終的にね、一番最初はこうだったよっていう風に教えてくださっていたそうなんですが、本書でヴァイオレット・シェリー先生は逆に並べ替えて教えてくださってるんですよ。一番古いところから、最初はここに生まれて、次こうで、次こうで、現在だよ、みたいな。で、そういう風に見ていくことによって何がわかるかっていうと、繰り返し繰り返し、その人、その魂に出てくる。 その魂が体験するパターンみたいなものに気づくことができるんです、ね、であこういう経験できっとこの人はこういう目的のためにこれを学んでるんだとかねこういう課題が出てくるんだとかそういうところも学び取らせていただけますのでえ本書はすごくねこう分かりやすい作りになってるんですけれどもでさらにですね非常に興味深いのが 地球への転生をもし今世で終えるならば、これから先ね、こういう風に生きていきなさいよというね、今の今世に対するアドバイスもしてくださるんですけれども、その時にですね、転生が終わるということイコール、 学びが終わるということではないよというふうにも取れるようなリーディングの言葉が登場するんですよ。あれ輪廻が終わって地球から卒業したらそれで終わりなんじゃないのって思うんですけど、どうもそうではないかもしれないぞというところもね、出てきて、すごく興味深いお話満載の書籍作りになっております。はい。ではですね、まず、 結論とししててこの18名に共通する特徴を見ていきましょう。本書では著者がね分析した結果細かく分けるともっとたくさんあるんですけど今回ね僕の中でまあ大体この7つに、ねえー、なるんじゃないかなというふうにまとめさせていただきました。まず1つ目は最初からそんなに魂が磨かれていたわけではない。 最初から聖人君子のような素晴らしい人だったかというとそうではない。中にはいろんな過去世の中で魂の成長から見ると後退してしまってる人もいるよというところ。で2つ目が職業や能力の継続性が多く見られる。同じような職業や役割に生まれて同じようなね 能力を磨いてる場合が非常に多い。そして3つ目が動乱期や分裂期といった時代のねその移り変わりとか非常に激動の時代を生きていることが多いそして4つ目がアトランティスやエジプトの過去性を持っている人が多いそして5つ目が惑星の影響として 金星、水星、木星の影響を受けている人が多いで6つ目が奉仕誰かに与えるということをたくさんしてきた人が多いまたその奉仕をするために積極的な忍耐や積極的な寛容という特性を身につけてきたあるいは今のせいで身につけて 行く過程の人が多いまた最後7つ目がですね最高の理想というものを保ち続けて過去世からずっとそれに向かって自分の意思力というものをうまく使ってきた人が多いあるいは今のせいでそれを使っている人が多いということなんですよね。 でさらにですねこの地球を卒業するという観点から興味深いお話がアルクトゥールスというまあこれねなんかいろんな本とか読んでる方はねたびたび目にする名前だと思うんですがここがいわゆる太陽系からね卒業していくか、えー、そうじゃないかっていう部分の選択をする場だみたいなお話も出てくるので、まあ、こちらについてもね えー、2回目の動画でお話しさせていいいたただきたいなと思いますそれではまずですねこれだけ見てもうーんいまいちよく分かんないっていう方もいらっしゃると思うのでここからですね、えー、3名3名で6名のですね過去性リーディングによってどんな アドバイスがされたかとかっていう部分を一緒に見ていいいきたいと思いますでその後に2回目の動画の最後に今ねお話ししたこれらをより深く考察していきたいと思いますので多分だん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 1人ずつねリーディング見ていくとあそういうことかって皆さん自身でね 気づいていててくく部分ってたくさんあると思うのでぜひそういう目でね、えー、僕の考察とかを待たずに皆さんなりにね考察してみていただければなとそこを非常にねあの大きな築き得られるんじゃないかなと思っております。 はい、というのはですね僕が本書を読みながらもう教科書みたいにして全部ねこうまとめていく中でものすごく大きな気づきを得られたのでそこをぜひね大切にしていただきたいと思っておりますというわけでですねまず1人目のリーディング見ていきましょう本書ではこの18名の方に便宜上ですね特徴的な過去性から 呼び名というかタイトルみたいなものが与えられてるんですよ。で、この方はですね、巫女というふうに出てくるんですけれども、実際にリーディングを受けた当時、巫女をやってたかとかそういうことではなくて、その時はね、47歳の女性で主婦をされていたそうなんですね。で、ちなみになんですけど、この18名のうち、なんと14名が、このリーディングを受けた当時、女性なんですよ。 でこのことについて非常にね興味深いお話勉強になるお話を日本江戸が KC センター会長の三田茂先生が他の書籍でお話ししてる部分なんかもありますのでそれは2回目3回目でねご紹介させていただきたいなと思います。ではまずねこの人の人生ずっと過去生から見ていきたいんですけれども一番古い生としては エジプトだよっていうことなんですね。ここでは偶児のようなことをしていて後に巫女になったここからね巫女が来てるのかなという部分なんですけれどもまず犠牲の宮という場所に行ってその後、美しの宮というところに行ったこの犠牲の宮美しの宮の話をしてるとこれだけで1時間ぐらい経ってしまうので簡単にお話しすると犠牲の宮というのは魂が肉体にもつれ込んでしまった意識を保てない記憶を失ってしまった その魂を今の人間のね形のような肉体にこう移し替える、ね、そういった、まあ、外科的な今でいう手術みたいな場所を行う場所だったということなんですよね。でその後行くのが美しの宮。で美しの宮っていうのは今でいう、まあえー、病院と大学みたいなのがこう一緒になったような場所でこう癒しっていう部分はもちろんなんですけどそれからいろんなね 心理、霊的なこと、芸術的なこととかも含めて学んで奉仕することができるように準備する、学んでいく場所なんだということ。で、ここでですね、空司のようなことをされていたそうなんですよ、この人。で、その経験を生かして、今度はですね、エジプトから今のモンゴルにあたる場所に行って、ここに黄金の宮というところがあって、そこで未行していたそうなんですね。で 要はこの人がこうしてエジプトに生まれて生きていた時代っていうのは他のですね場所からたくさんのこう例えばアトランティスとかそういうところのね影響とかもあってえ心理的なものがいっぱい集まっていたそうなんですね。でそれを比較検討してその中からまあ心理的な霊的なものをたくさんの人にこう教えていたそういうね ことを美しの宮でも今度ね黄金の宮でもまあされていた生涯を通してその霊的なことに従事していたよとでこれで魂を成長させてきたんだということなんですねで次に生まれたのが 荒野国じゃないんですかっていう感じなんですけど本書まあリーディングの中で特にですねこの聖書的なものがたくさん出てくるんですよ。で日本人にとってはね馴染みが少ないなっていうようなものも多いかなと思うんですけどまあ、そこを一つずつ解説してるとどん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 話が脱線していってしまうので今回ね簡単にお話ししておくとその 約束の地とね言われる場所に行く前にイスラエルの人たちが一定期間いた場所だよということなんですがその中でもレビ族とかってね言葉も聞いたことあるなぁなんていう方もいらっしゃるかもしれないんですがそういう儀式をねこう取り行う際に、まあ、先に立つ人たちみたいなねそういう祭祀の一族みたいな。 人の祖になるレビという人の娘としてね生まれたそうなんですよでその時はそういう儀式で使うような道具や服を作るような仕事をしていたで、そこで非常にね才能に恵まれていって名声や力とかっていうものを求めることもできたんだけど周りにはそういう人もいたんだけど自分はそれをしなかったそういうかよく に打ち勝つそれによって魂を成長させたんだなんていうところが出てきますそしてその次に生まれたのがペルシアこの時は王族に生まれて後に王女になったんですけれどもユイとと呼ばれる心や体また霊的なこととか心理的なことをこうね教えてそしてたくさんの人がこう集まってきて都市を形成していた。 そういうまあリーダーみたいなねユイトっていう人の教えを受けて自分もそれを人にこう伝えるそんなね障害を送ったそうなんですね。それによってその前のせいでは自分がね求めなかった名声や力というものが自然とついてきただからといってそれで傲慢になるわけではなくて癒しと調和。 に満たたたさされれ人生をを送り魂を成長させましたよとということが言われてるんですねでこの「イトという名前非常にキーワードになってきますので是非ね頭の片隅に置いといてください。で次に生まれた時はニューイングランドこの時はね魔女狩りの時代だったそうなんですよ。でいろんなね経験をしながら。 精神的霊的霊にも進歩しましまたよでなぜかっていうとこの時この方は牧師の妻をされていたそうなんですね。でもちろんその魔女狩りの時代っていうのはたくさんこう揺さぶられるようなね出来事が起こるわけでそこでねこう進歩してきたよということなんですがここでカウンセリング能力みたいなものを 培ってきたというかね今でもそれがねあるよっていうことなんですがリーディングによるとその過去生でずっとね培ってきた能力才能っていうものは引き継がれるっていうことなんですよねで牧師の妻でしたからたくさんの人のお話をこう聞くような機会に恵まれてでアドバイスしてあげてたりとかそういう経験がねあるよっていうところなんですよねで、こういうふうにですね過去生を並べていくと バイオレット・シェリー先生はこの人は魂的な、ね、目的として教育というものがあるんじゃないかと考察されてるんですよね。なんとなく見ていくとわかりますよね。エジプトでもそうだしね荒野ではね、まあ、道具作ったりとかそういう方向に行ったけどペルシアでもニューイングランドでも人に教えたりアドバイスしたりとかっていうところですよね。で この目的をね成し遂げて、まあ、もう転生してこなくていいよという状況にまでねなるには今世こういうふうな特性を身につけてこう気をつけて生きていくといいよというアドバイスが具体的になされてるんですがその特性としてはね忍耐と寛容と ってていうのが出てくるんですよでこの忍耐っていうのは自分にに対すするる忍耐だとかっていう,ふうにも出てくるんですねそれからブレないようにねこの信仰というものをしっかり保持しなさいっていうところなんですけれども具体的にはですね敵対する人とかね自分に対して誤解を持っている人に対しても慈しみの心を持って慈悲の心で接するような寛容さを忍耐強く 選択していきなさいとそういうようなねところなんですがそれをねアドバイスしてくださったリーディングから一部運用させていただきます誰もが神の計り座を通らなければならないだが神が慈しみによってこれを軽減してくださるようにあなたも裁く気持ちを軽減しなければならないということで、まあ、他の人に、ね、批判とか誤解されたらなんか仕返したくなりますけど そうじゃないよまあそういうふうに簡単にね受け取ることもできるのかなと思うんですが非常に言葉が美しいですよねでこの人は惑星の影響を受けてねこういう能力が高まるよとかいろいろあるんですがその中の一つに天王星の影響を受けていて衝動的に行動してしまうことが起こってくるそうなんですよ。で その衝動的な行動をすると批判されたり誤解されたりすることももちろん多くなる。で、それ自体が良い,いも悪いもなくて衝動によってそうなってしまうけどそこで何を選択するか。ここで意思力というものが大事になってくるよと。その時にわざわざその衝動がそういういわゆる修行の場というかね ここでどうすんのっていう試練の場を作り出してくれたと捉えることもできるんですよね。批判されるように。わざと衝動的に。ね。それによって、批判された、誤解された。そこで寛容さを忍耐強く選択していけるかどうか。っていうところ。で、そういう選択をすることによって、どれだけ嫌なこと、苦しいこと、困ったことに思えるようなことからでも、魂は 美を見い出すことができるというような表現もなされてるんですよつまり受難を踏み台にして魂を成長させていくことができるよとこれはこの人だけではなくてあなた方みんなできるよというようなね表現が出てくるんですねで、そうしていくことによって平和、善、喜びの別名であるここ非常にね興味深いですよね 平和、善喜びのと別名である調和というものを自分の内側にね見いだすことができる作り上げていくことができるよというね、えー、こういったね非常に美しい言葉でなおかつ具体的にもアドバイスくださってるこういうのがねリーディングでたくさん出てきますよということなんですね。はいでは次2人目見ていきましょう。 クリスチャン海というですね非常にこれもまた独特の名前がねえ与えられてるんですけれどもこの方はリーディング受けた当時58歳の女性ででアパートを経営されていたそうですでこの方に大きな影響を与えた過去性っていうのは4つでまず一番古いのが先ほどと一緒エジプトで同じように未交していたそうなんですけれども。 新刊ラータというね非常に影響力を持っていた方がいるこの名前もぜひ覚えておいてください先ほどの名前思い出せますユイトですねそしてこの新刊ラータ、まあ、順番的に言うと新刊ラータとユイトこれぜひ覚えておいてください後でね驚くべき事実が発覚しますからはいでこのラータという人は一度追放されるそうなんですよでまた戻ってくると だけど追放されてもずっとね、えー、そこにとどまってそして戻ってきた時にはそれをまた再建する事業を一緒にやったよということ。で常にね自分の中の外がどうとかじゃなくて理想というものを保持して自分が正義だと思ったものに対して邁進していったそんな生涯を通して魂を成長させたよと。周りの人多くの人、人多くに、 すごい支持されたとかっていうわけではないけどその自分の理想に対して常にまっすぐ生きていたというねそしてこの霊的なことにも携わっていたで次に生まれ変わったのがいわゆる聖地と言われる場所でこの時はね、えー、聖書にも登場する人の姉妹として生まれたそうなんですねでイエスが教えを説いて歩いていく 遠巻きみたいな感じでね一緒にこう仲間みたいな感じで、まあ、遠くでこう歩いてついて回ったそうなんですよ。でそこで成長したっていうわけではなくてその時はね利己的な興味を優先させた利己主義で魂の成長の観点から見ると交代したよっていうふうに出てくるんですが具体的に何したとかっていうのは出てきてないんですけれどもその後ですね イエスの教えを自分も伝えるというねお仕事をしだして古い考えを捨てて魂的に成長することができたよというふうに出てきます。で次に生まれたのがパレスチナ。ここではですねイスラム教いわゆるこのね海教徒と,と呼ばれるねこのイスラム教の、まあ、お家に生まれたそうなんですね。でこの時に十字軍がですね このパレスナを侵略しに来た。まあ受ける側としては侵略ですけどねこの取り返すぞみたいなね気持ちでまあどっちにしろね、えー、無理やりなので侵略っていう言葉でもいいのかなと思うんですけれどもまあどっちから見るかによってね、えー、その言葉って変わってくるよねということでまあまあこの辺についてもねまたお話していきますけどでそうやってね 信仰ある家で生まれて育ってそこで得た内側で得たものっていうのをこのせいではこの人はしっかり全うしていったそうなんですねどういうことかっていうと東国中の十字軍ね攻めてきて捕まって牢屋に入れられる人もいるわけですよで敵ですよね侵略しに来ただけどこの人に対してすら奉仕を したずっと根気強くケアして面倒を見続けたそうなんですねだからその外側の葛藤もきっっととあったと思いますよ周りの人に言われたりとかねここは分かんない出てきてないんですけどだけどそういう状況でも自分でね今まで内側で得たね信仰によって得たものを人間関係で表した敵でも慈悲の心を持って接したと。 ここにによって非常に大きく成長したそうなんですよで最後のね影響を与えている姓がニューンングランドですここもねまたさっきの巫女と一緒でニューイングランド。この時はまたね魔女狩りの時代なんですけれども魔女狩りによって迫害された少女の家族としての姓を送ったそうなんですね。 でここでバイオレス・シェリー先生が考察されてるのがその前のねパレスチナの性ではある意味敵外側に対する愛というものを磨いていった学んでいった表していった。で今世はその偏らぬ愛というものを学ぶためにあえてね今度身内への深い愛が必要になってくる性を 与えられたのでではなないいかとううよようねお話が出てくるんですよ非常にこの辺もねあ,あそうだよなあっていうふうにね僕も納得してしまったんですけどで、えー、ここでその愛を学んだだけではなくてねもちろんその迫害を家族が受けてるわけですからねその迫害してくる相手に対する憎悪の念とかっていうのも持ってしまったのは持ってしまったそうなんですよ。でそこで魂の成長的に後退してる ってて、いうだけではなくて実はそこでその要は迫害をしている人たちいわゆる正統派のね信仰をしてるとかっていうものでその当時ねこれが正義だみたいなこれが正しいみたいなねただこれが正統派って言われてるけどそれってどうなのっていうそういう見方要は表面的にね言われてるものだけが本当に正しいんじゃないんだろうなとかっていうね むしろ今までの過去生でもやってきたように自分の中のね理想というか本当の真理みたいなものに対してまっすぐねそれを保持し続ける選択し続けることの大切さみたいなそこを学んでいったんだというようなねそんなところも出てきますでこの人のすごいのはリーディングではね意志力がその理想を選択していくという意志力が 惑星の影響をはるるかに超えてるというんですよ惑星がこの人に本当に少ししかね影響を与えられないぐらい成長してしまってる。で本当はこのせいで今世ねリーディングを受けたせいで3段階ぐらいの成長が、まあ、計画されていたというかね見込まれていたそうなんですがそれをはるかに超えてね成長するほどこの人は意志力をね発揮してる。だから もう来世は天性不要になるでしょうとそこまでいけるでしょうというようなことが言われてるんですよ。でまあそのためにね今世まあどうしていくかっていう部分でまたリーディング引用させていただくと「誤りを犯す人にも優しく語りかけなさい」「彼らが出会っている誘惑がどんなものかも彼らの理解力の小ささもあなたは知らないからである」ということなんですがまずねこの人が このアドバイスに行く前に何によってそこまでね成長したんだろうね一足飛びにねなってしまうほどっていうところなんですがさらに驚くべき事実がねあるんですけどこの人が過去数年間に得た知識そしてそれに対する意志力をね発揮して選択し続けたことによってそれだけ 成長したんだというこ34年で非常に素晴らしい成長を見せたっていう風なところが出てきて一体何を知って何をしてしまったんだってねしてしまったんだって言うと変ですけどだからもうそのね得た知識を毎日の機会に応用していくつまりそれを理想を選択していくだけで何が起きてもそうやっていくだけでね。 そこまでもうね転生しなくていいぐらいまでいきますよというところが言われてるわけなんですが、ね、この方は一体どんなことを知ってしまったのかってそこもすごくね気になったんですけれどもある意味だから私たちもというか誰しもがねそれだけ一気に成長させるということも自分の、ね、意思力によってできるんだという勇気をねいただけますよね。 そしてまあこのねアドバイスについてなんですけどじゃあそれは何かっていうと要はねきっとこういうことかなっていうねこれも推測の域を出ないんですけど他人に対して善とか愛っていうものを選択するそういうね理想を選択し続けるというね意思力を保持しなさいよというところなのかなと。 ここののの人が知っっっったたはきととそううういいななかてに、ね、思ったんですここれは本書に出てこないんでねでねもこういうリーディング読んでいくとそうなのかなと思ったんですけど例えばその彼らが出会っている誘惑がどんなものかも彼らの理解力の小ささもあなたも知らないからであるっていうところは例えば自分はねこれが正しいんだとかねこれがいいことだっていうふうな信仰、まあ、があったり思ってたとする。 だから相手も、ね、そうすればいいのに具体的な例でいくと自分は悪口を言わない方がいいと思う笑顔の方がいいと思う相手もそうすればいいのにって思うけど悪口ばっかり言ってダメじゃないって、ね、自分の思い通りにならない、ね、ダメじゃないそんなことしてたらってやっちゃダメだよっていう、ね、そこで愛を持って 話していくなぜならその人が悪口を言うということにものすごいね誘惑されてるかもしれないその誘惑度合いっていうのは自分にしかわかんないよねっていうことあなたはそういうことを学んでねそういうのがよくないってわかってるかもしれないけど相手は知らないっていうこともあるよねというところ。 でこれが要は理解力の小ささとかってねこれは小さいからダメだとか大きいからいいとかっていう話じゃなくてそれはその人が今まで過去性とかも含めてどんな経験をしてどんなことを学んできたかっていうところも 含めてね考えなきゃいけないのであなたと同じようにはみんなが行くわけではないよとだから誰に対してもたとえ自分からとって謝りを犯してるというふうに思うような人に対しても優しく語りかけなさいよつまり常に善とか愛とかっていうのを選択できるそういういわゆるね忍耐を養っていくっていうのが大事だよというふうに教えてくださってるんではないかなとね思いました。 要はこの誘惑の度合いってね自分の,あの好みとかって考えてみると分かりやすいんですけど自分がねものすごいチョコが好きだもうこれだけチョコを愛してるっていうのをチョコをあんま好きじゃない人に語ったって伝わらないですよね。な何をそんなに熱くなってんだってね <laughs> なるのと一緒で。 ね、自分が例えばお酒好きじゃない相手のお酒大好きって何でそんなお酒好きなのとかっていう風に分かんないですよねその誘惑度合いねそれにこう魅力を感じる度合いってその人それぞれですから生き方とかもそうでだからねそこを自分と同じように考えちゃいけないよ自分の考えとかっていうのを押し付けてはいけないよそれってさっき言ったね侵略に近いですよね自分のの考え通りにしなさい、ね、これもう相手の 思想を無視してるわけですから相手の自由を侵略してる行為と一緒になるのでまあこの辺は本書の内容じゃないんですけど読みながらすごい僕が感じたという部分でこういうところをね3回目の動画でもうちょっとね詳しくお話していきたいなと思いますそして、えー、次最後ですね3人目の人見ていきましょう「喜びの奉仕者」というね、えー、風についてるんですが45歳の女性の方職業的な部分ね載ってなかったんですけれども特徴的なのはね 聖書に出てくるマルタという人物、女性なんですけどこの人の生まれ変わりだっていうことなんですよ。こういう例がねリーディングには結構出てくるそうなんですね。で、えー、まず初めに生まれたのはエジプトこの時も神殿奉仕、他の人とね同じような形で、えー、霊的なことに従事していた。非常にこういういい例が多いんでで、すよね。で この時、さっきのね、新刊ラータに非常にね、近しい人だったということなんですけれども、一時世俗的な遊びに脱線してしまって、ちょっとね、魂の成長を後退させた。だけどリーディングによると、この後退もですね、成長につながったよということで、どういうことかというと、そのことを経験することによって、その魂的な成長からね、脱線して、 でもその心理とか霊的なことをこう求める人の動機を理解できるようになった体験することによって理解できるようになっただからある意味これも成長だったんだというところですねそうして次に生まれ変わったのがペルシアエジプトときてペルシアはい出ましたここではですねえゆいとさん先ほど出たねゆいとさんの,あの指導者 のの一族の近くでいいろんな経験をしたよということここでも成長を成し遂げたということなんですね。で次に約束の地に生まれ変わった時は聖書に登場するマルタという女性として生まれ変わった。ここではですね、えー、現実的なねこう生き方をする人みたいな認識がね結構多くマルタという方はされている場合があるそうなんですよ。でその 実用的な現実的なことをするねこの性格と信仰というもののバランスをこのせいでね学んだということなんですねで実生活とその霊的なこととか本質的なことも要はこの生きてるところでね応用できないと、えー、意味をなさないですよねそこのバランスをとってちゃんとね応用できるような要は霊的なこと実用的なことと実生活を調和させる力 特性をここで身につけたんだというようなところが、えー、言われてるんですよ。で、次に生まれたのはイギリス。で、その当時ですね、えー、そこを、まあ、支配していた王族に生まれるんですけれども、その王がですね、まあえー、処刑されるんですよね。で、その後、一族は苦しむんですが、その中にあって、その人たちを支え、助け、霊的に導いて、 励まして力を与えたそのことによって自分の魂をさらに成長させたよということなんですね。で、えー、次に生まれたのがバージニア。ここでは若くして亡くなったそうなんですけれども圧力をこう外側からかけてくる人たちがいたんだけどこの人に対しても愛を持って接していたことによって成長することができたそうなんですよ。で 家柄を鼻にかけるような人に対してね嫌悪感というかちょっとそれよりもさと先祖が何かをしてきたとかっていうことよりもあなたが自分が私が今どれだけ人を助けてるかとかっていうことの方が大事でしょというですねここもそのバランスの取り方というかですねそういうところが伺い知れますよね。 自分がね実際的にこうスパイみたいなことをしたりとかねそういう要は実務的な部分とねその信仰的な理想を保つみたいな部分のバランスをこう非常にうまく取られてる方なんですよね人生にそれを応用するというかでこの方がリーディングで言われてるのは今世ね「えー、探求者要は何かを探し求めてる人がそれを見つけ出すことができるようなアドバイスを的確にねする能力っていうものがあるよ」と。 でそれは霊的なものもそうだけど物質的なものもそうだよっていうところこの辺もねこういう過去性見てるとああなるほどなーってなってきますよね。で、えー、この方ですね、えー、先ほどから出てきた、えー、ラータ・ユイトと非常に近しかったっていうことなんですけどさっきのね一番最初のミコもそうですし2、えー、人目で紹介したねクリスチャン海峡との人もそうですし、えー、このラータ・ユイトっていうのは実は エドガーケイシーさんの過去世なんだっていうことなんですよねあれとでこういう人がめちゃくちゃ多いというかねこの18人の過去世にやたらと登場してくるんですよこのラータという人さんつまりこの人たちはエドガーケイシーさんとずっと深い関わりがあって今世こうしてねなんでこのタイミングでこの人たちがねリーディングをこうやって受けて ね、卒業するとかっていうアドバイスをもらうんだとここも驚くべき何かか力が働いいててるんじじゃないかと感じてしまいますよ、ねはいまあその辺についても2回目以降ねお話ししていきたいなと思うんですけれども、はい、でまずねこの人に対するアドバイスのリーディングの前に、まあ、惑星的に影響を与えているものとして「彗星があるよ」と。 で、えー、威圧的な態度を人にたびたび取ってしまうことがあったんだけど今はだんだん変化してきてるとかっていう部分が、えー、言われる部分があるんですけどここからすごくね、えー、素晴らしいことを学ばせていただけるのがこれはねこの人の意志力がそのように要は理想の方いわゆる愛のある善の方を選択してきた結果だってことなんですがこのように全ての人ができる っていうようよよななアドバイスがなされるんですよだからこの人たちだけがこれからね登場する紹介する人たちだけがこの18人だけができたことではなくて私たち誰しもが同じように自分のその衝動的に出てきてしまうようなねその星に影響を受けてとかいろんなことを意志力によってね自分の魂を磨くチャンスに変えることができるということ受難。柔軟 だってねこの意志力でね今回は別にそこまでってなってなかったのがもう転生終了みたいなとこまで成長してしまうわけですからね。はい、で、えー、ちょっとリーディングねこれ非常に美しい言葉です。ぜひね味わってみていただきたいんですけど「求めるものは愛を通して見いだすのである」。 それ以外のことを通して求めるものは迷路にはまるだろうね、これはもう解説の必要がねないぐらい素晴らしい言葉なんですが最後にね初感でちょっとお話ししますはいでまずね、えー、この3人今回学ばせていただいたので一つずつの初感になってくるんですけど、えー、理想というものをですねこう持ち続けることが大事で 皆さんある程度なんか一貫したテーマみたいなものを思ってるなぁと感じられたと思うんですがその時に僕が思ったのは要はまあ4人の過去生がいる人もいれば5人の過去生がいる人もいてその自分の過去生と一緒にね今世またその持ち越してきたね理想を達成するために頑張ってるんだなっていうことを思うとなんか 勇気が湧いいてくるるんでですね自分一人でやるわけじゃないと今までそのためにいろんな経験をしてきてくれた思い出せないかもしれないけど自分の過去性がいっぱいいるんださらにその裏には私たちを作りになった神がいるんだとそういうふうに考えるとなんだかあの寂しくないというかね、えー 中村天夫先生のね言葉いきなり出てきたあれですけど天夫先生がよく言う「子ならず」みたいなね「一人じゃないよ」っていうところが創造主もついてくれてる上にその元で一生懸命頑張ってきてくれてた過去世たちも応援してくれてるってなると一緒に頑張ろうぜっていうねなんかそんな勇気が湧いてくるなというようなね気がしてきましたと。で2つ目なんですけどまあこれはねちょっと途中でも言ったんですけどその。 一足飛びにね成長したという人が一体何を学んだんだろうっていうねここですよねまあただそのチャンスはいくらでもあるよというところを私たちが覚えておいてそれが何かっていう部分はそれぞれねいろんな本を読んだりいろんなことを学んでこれかなっていうのを試していけばね答えはわかるかなと思うんですけどまあもし違ったらまた生まれ変わってくるだけの話でただもう一つ言えるのが今一生懸命ねやったこと学んだこととかっていうのは 今世私がこの,この人格で達成できなくても来世の自分を助けてあげることができるようになるとかって思うとね一生懸命あの学んでおく実践してみるっていうのはね絶対無駄にならないんだというところで安心できるかなと思います。はいで、えー、それからですね最後の3人目のねマルタ。 さんのね、えー、お話なんですけどこの求めるものは愛を通して見出すのであるそれ以外のことを通して求めるものは迷路にはまるだろうこれ何を求めるっていう意味で言ってるのかっていうところなんですがうんこれは主とか神とか創造主とかね創造の力とかね、まあ、お好きにこれは想像していただいていいのかなと思うんですけどただこれって多くのことに当てはまると思うんですよ。主を求めるととかっていうことだけではなくて 何を求めるにしろ愛を通してそれをね見出すのであればいいよとそれ以外のね例えば恐れの部分からそれを求めると迷路にはまるだろう。具体的なところで言うとより良い人間関係を求めたとしても誰か私のことをね可愛がってくれないかな大事にしてくれないかなそうじゃないと私は自分のことを愛せないとかっていう恐れから。 選択した気づいた人間関係っていうのはやっぱり破綻しやすいですよねどっからからこれはまああの考えなくてもねだって私のこと愛してよっていう人にねちょっと嫌だってなっちゃいますよねずっとそれやられるとねでそうじゃなくて 愛から自分が何を与えられるだろうっていうところで気づいたお互いにそうやって気づいた人間関係っていうのはやっぱりねうまくいくだろうなというところは容易に想像つきますし皆さんも一人一人ねこうご経験の中であそうだなって感じられる部分もあると思います。なのでこのでこね、えー 言葉すごく僕は好きだなと,感じました、はい、というわけでですね、えー、ちょっと長かったんですけど、今回もね、お付き合いいただきましてありがとうございます。次回はですね、またさらに3名のリーディングを見ていって、最後にね、まとめの部分、より深く考察していきたいと思っております。ぜひね、えー、まだの方はチャンネル登録していただいて、えー、楽しみにお待ちいただけますと嬉しいです。またね、 ちょっとお話ししきれなかった部分とかっていうのはメンバーシップとかでもねお話してますのでぜひそちらの方もご利用いただけますと嬉しいです今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます自分の主人は自分ということを忘れずに今日も健康でお過ごしください皆さんが健康で幸せでありますように今どんな状態にあっても必ず良くなっていきますから大丈夫ですよ今日もありがとうございました